はい。皆さんいかがお過ごしでしょうかデンマークの首都コペンハーゲン在住の千春です。え、本日はですね、まあ、ちょっとしたこじゃれた格好をしてるんですけれども、え、本日はマーカスのおばあちゃんの誕生日会がありまして、ヘレロップっていうところのセールクラブのレストランに行ったんですけれども、そこで食べたオイスターが今までデンマークで食べた中で一番うまかったので、まあ,あのトーヘラネとかに売ってる よよりも断然ううまままかかかったたので、でそれはまた今度インスタ YouTube 詳ししくご紹介しようと思います。えー、さて本日はですね、ただただ私が喋る回になるんですけれども、えー、まあちょっとした近況報告をさせていただこうかなと思います。えー、まずは前の動画で私多分コメント欄にも書いたんですけれども、えー、無事に YouTube での収益化が始まりました。ありがとうございます。 もちろんですね、振り込まれるまでは確か1万円ぐらい稼がないと振り込まれないということなので、それに至るまでにはまだまだ時間がかかるんですけれども、順調に毎日少しずつ収益推定みたいな、このぐらい稼ぐであろうみたいな金額がなんか出るんですけれども、毎日少しずつ少しずつ稼いでるようですので、引き続き精進してまいりたいと思います。そしてですね、今考えてるのが、 最近までだいぶ忙しかったんで、まあ、週1投稿っていう形でやってたんですけれども、最初の方は2日、3日に1回上げてたんですね。で、多分さすがに今もうバイトも始めたし、それは無理なんですけれども、まあ、できれば週2投稿しようかなっていうのは今考えてて、まあ、本当にまだ決まってはないんですけれども、まあ、イメージの中では、 週に一回は、まあ、こういう自分飾りというか、なんか別にデンマーク関係ないことでも喋ろうかなって思っていて、まあ、例えばオーストラリアのことだったりとか、まあ、今までの過去の話、今まで何個か動画にもしてきた、まあ、お酒で潰れた話とか、死列強制自分で外したとか、まあ、そういうくだらん話とかも週一でやって、で、もう一つの週一の分はデンマークに関連することを伝えていこうかなとか考えてるんですけれども、 どうですか <laughs> なんか皆さんのご意見聞かしてほしいなと思いまして、週2投稿で週1回はデンマークのこと、もう1個の方は別にデンマークに関係ない。まあ私は私生活、切り売り系 YouTuber なので、まあそういう私生活のこととか上げていこうと思ってますけれども、それについて何かご意見ございましたら、ぜひコメント欄でよろしくお願いします。教えてください。 えー、そしてですね、先ほど言ったバイトなんですけれども、そのバイトの様子もできれば、まだちょっとそのオーナーに、あの、バイト中に、録画していいですかとか、なんか、聞くんはちょっとまだ気が引けて、はずくて、ちょっと YouTube やってるんですけど、働いてるとこ撮ってもいいですかねとかなんか言うのちょっとまだはずくって言えないんで、自分が働いてるとこを動画で収めることはできてないんですけれども、まあ、近々、ちょっと撮ってみようかなとも思ってますので、 どういう感じで働いてるのか、ここデンマークで。<coughs> どういう感じで、このザ・日本人、英語もそんな別にできない、デンマーク語初心者の私が働いてるのかっていうのも、まあできれば皆さんにちょっと動画でお見せできたらいいなと思っております。なので今日はまあどういう仕事してるかっていうのを口頭でちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、私が働いてるのは、デンマーク人とスウェーデン人のカップルの方がオーナーで、 で、カプセルホテル。日本のカプセルホテルにすごいなんかインスパイアされて、それをやりたいってことで、デンマークのコペンハーゲン市駅からほんと徒歩5分ぐらいのところに、マックス24人が泊まれる、本当にあのザ・カプセルホテルっていう感じのカプセルホテルがあるんですね。で、その仕事が日本人とデンマーク人の Facebook グループに募集してますっていうのが出てたんで、応募したらもうトントントンっていう感じで決まりまして、まあどういう仕事してるかっていうと、 午前の仕事と午後の仕事っていう1日2個シフトがあって、で、両方も1人で働くんですね。1人でオールラウンダーであるから、一緒に働く同僚とかも別にいなくって、交代の時にちょっとそのこと喋るぐらいなんですけれども、私は結構朝メインで入らせてもらってて、朝だと7時半から2時までのシフトで、 まず出勤したら、ゲストのための朝ごはんっていうのを用意して、で、その後は朝ごはんのま、補充とか、お客さんの手伝いとか、まあそういうのをして、で、それが終わったらベッドシーツの交換、で、さらにそれが終われば、全、全フロアの掃除っていう、もう本当にオールマイティでやっております。で、特に朝はですね、本当にバタバタするので、 何かこうお客様からイレギュラーなことをオーダーされたりとかしたらもう本当に時間がなくてわーわーわーってやってるから6時間半シフトなんですけれどももうマジで毎日一瞬で終わるんですねもうほんまにあれもう2時っていうぐらい終わるから暇なバイトがめっちゃ嫌いなこの私には本当にぴったりの職場でございますで午後のシフトはですね2時からは一般の人にも入れるカフェバーっていうのがオープンするからまあそれで 来たお客さんにコーヒーかアルコール提供したりだとか、まあ、あとはゲストのチェックインとか、まあ、そういう仕事をするんですけれども、午後は結構お客さんによって変わるから暇とか忙しいとか、暇な時は結構ほんまに暇なんですね。まあ、なので、まあ、大体普段しない掃除とかをするんですけれども、まあ、それでも本当にもうやることがねえってなったりするから、午後は時間経つの結構遅いんですね。 それで私は、あの、できれば朝のシフトがいいですってお願いして、もう自ら、もう汗だくになる、忙しいシフトを取りに行くっていう。<laughs> で私的にはほんまそう汗かいて、ほんま金稼ぐのが一番向いてるから、いい職場に出会ったなと思います。で、しかも、まず入った時に、ウェルカムプレゼント何がいいとか言われたんですね。ウェルカムプレゼントとかまず思って、なんじゃそれなんですけど、 普段は日本酒をあげたりするみたいなんですね。でも私は別にそんなお酒飲まないしってことで、なんやか1キロに、2キロ ?1 キロ2キロあるコーヒー豆っていうのをあのウェルカムプレゼントとしていただきまして、で、そのほんと1週間後ぐらいに急になんか普通のあのでっかい梅酒のボトルをもらったんですね。 えこれは次は何ですか <laughs> と思ってなんかその前の週のお客様のレビューがもうほぼほぼ全部パーフェクトレビューやったそうでだからありがとうみたいなこんないっぱいちゃんと働いてくれてありがとうみたいな感じで梅酒のボトルを1本くれるっていう本当に太っ腹のオーナーでございますで1人で働いてはいるんですけれどももちろんそんなイレギュラーなことがあれば対応の仕方わからないじゃないですかまだ働いて1ヶ月ぐらいやし でも、オーナーは本当にもう24時間ぐらい携帯の対応されてるんで、何かわからんことあれば、もうすぐ WhatsApp でオーナーにこういうことがなってます、どうしたらいいですかって言ったらもう本当秒で返事が返ってくるっていう感じで、一人でやってても別に困ることはないっていう感じの職場でございます。 まあ最初は私初めての仕事インデンマークになるのでちょっとドキドキしてたんですけれども前に出したタックスカードとかもそうですけれどもまあそういうことは働くまで特に別に調べようと思わなかったんで知らなかったですしまあどういうものかも全然わかってなかったんですけれども私めちゃくちゃほんま素直やから面接の時にわざわざあっとデンマークであの働いたことなくってって言ったんですね <laughs> あの本当に自ら経験ないですってもう言ったんですね ま、あ後から別に分かるよりかは、私はもう最初から分かって欲しかったから、あの、デンマークで働いたこともないですし、みたいな、もうどんなんか全然分かりません、みたいな感じで <laughs> 言ったんですけれども、まあ、多分、日本、日本の文化が好きっていうのもあったと思いますし、多分、ま、この真面目さっていうのが、ま、だだ漏れしていたのか、もう全然もう即災を、そんなん全然未経験 OK みたいな感じだったから、ラッキーやったんですけれども、働いてみたら本当に思ってたより、もうオーストラリアの時の、 100分の1ぐらいのストレスで働けてるし、シフトも本当に自由だし、誰、人が足りてないから働いてくれとかそういうのも全然なくて、この日働けるか働けないか働けなかったらもうオーナーが働くっていう感じだから、もう本当に何この自由な職場っていう感じで、今はパートタイムですけれども、もうすでにデンマークとまあ日本、オーストラリアの違いを実感しております。 今はですね、1日だいたい6時間でかける週3、4日のパートタイムで働いてます。で、その初給料が振り込まれたんですけれども、まあだいたい20万ちょっとぐらい振り込まれていて、週3、4日でこんな稼げるんやったらもう全然いいなと思いました。で、バイトを始めたことによって、ぐーたらニートが終わってしまったのもあるんですけれども、まあ私がもともとちょっと考えていた大学院に行くっていう道もあったんですね。 なんでかっていうと、私がもし大学院に行けば、こっちの校と同じように月10万円ぐらい政府から補助が出るし、まあ、アルバイトしないんだったら、その大学院に行ってその補助金をもらって生活してもいいんじゃないかと思ってたんですけれども、まずそもそも英語で開催されている大学院っていうのが結構もうどんどん少なくなってきて、昔はもっとあったみたいなんですけれども、まあ、どんどんそれが閉鎖されていって、 で、プラス、デンマークの大学院っていうのは、大学で専攻していたことと関係なかったら、受け付けてもらえないんですね。こっちがお金を払っていくんではないから、私の場合は。政府がお金をくれて、私が行くっていう感じやから、今まで勉強したことのないような科目の大学院にパンって行けるわけではないんですね。っていうので、まあ、絞ったのが二つなんですけれども、そのうちの一つは、私の大学でやってた国際コミュニケーションっていうのが全然、 つながらないみたいな感じで、え、却下されて。で、もう一個の方が、ロスキレ大学のメディアコミュニケーション学科みたいなのがあったんですけれども、そこは受け入れてもらえたんですね。ただそこの大学院に行くのに、私の英語力がまだ足りなくって、大学始まるのが9月やから、8月末までには、必要なその英語力の証明を出してくださいってなったんです。で、その必要な英語力っていうのが、ケンブリッジやったら CAE で、 IL2 やったらオオーバーオーバルルが6.5、トーフルは合わせたまあ、そんな感じのハイレベルな英語力がいるんですね。で、私が2年前ぐらいね、受けた IL2 がオーバーオール6.0なんですね。だから私は IL2 で行こうと思ったんですけども、まあ、どういうテストっていうのかもわかってるし、でも自分で IL2 のコースをオーストラリアで取ってたから、だいたい自分がどのぐらい デベルアップするのに何ヶ月かかるとかわかるじゃないですか。で、オーバーオール6.5取ろうと思ったら、本当に数ヶ月は IL2 の先行コースに行かないと私は無理なんですね。本当にもう独学無理なんですよ。もう先生がいないと無理なんです。で、調べたんですけれども、ここデンマークではもうそもそもその IL2 先行コースっていうのがなくってですね、 あってもケンブリッジしか見つけられなかったんですね。もともとアイエルツをやっていたんですけれども、多分アイエルツを取る生徒がもういなくすぎて、もうなくしていったと思うんですけれども、普通のオーストラリアで取れる語学学校のようにやってるアイエルツっていうのがなくって、やったらもう重力でやるしかないってなって、で、ケンブリッジコースもオーストラリアで行ってたことあるんですけど、ケンブリッジの CAE なんてもうマジで無理なんですね。もうやった方わかると思うんですけど、ほんまに全部の単語が 聞いたことないぐらいの今まで生きてきて一回も聞いたことない単語がこんなにあるんですかっていうぐらいマジわからんのですね。だから CAE のクラス私一瞬でやめたんですけれどもだからそれももう無理。TOEFL は今まで多分受けたことないからもうやり方もわからんしっていうので本気でやればもちろんできるとは思うんですけれどもその労力を今ここに使うのかどうかっていうのでまあいろいろ本当に考えまして、まあ、その結果ですね そもそも大学院出たところで会社に属さないんであればあんまり意味ないなっていう結論になりましてっていうのもデンマークで働く場合は会社的には大学院の資格がなければ取りませんっていうところがまあ結構あるんですねっていうのでもしそういう会社に属してオフィスワークとして働きたいのであれば大学院の資格はめちゃくちゃ有効なんですけれども私的には YouTube をやっていくっていうのはもう決めましたし 会社員として働くことはないっていうふうに、あの、決めましたので <laughs>。その you YouTube、ーチューブだけで、あの、一生食っていくとは思ってないんですけれども、まあ、とりあえずご飯食べれるぐらいまでは YouTube でやっていこうとは思ってるので,で、そしてそういう会社に属してフルタイムで働くっていうことは、あの、しない予定でおります、今のところ。 ま、ですので、最初、大学院に行くかもしれないとか言ってたから、本当にフォロワーさんの中には、あの、IL2 で使える、いろんなリンクを送ってくれたりとかしてくださった方もいるんですけれども、本当そういう方をちょっと裏切る形になって心痛くは思っておるんですが、えっと、ちょっともう IL2 を諦めて、大学院を諦めたというご報告でございます。まあ、ですので、今はその週3、4日のホテルでのバイトで、まあ、 自分が食っていく分には十分稼げてるから、それをしながら YouTube もどんどん頑張って、YouTube でも収益上げれるようにしていこうというのが、えー、現在の私の道筋でございます。応援よろしくお願いいたします。あ、そうそう、それでですね、まあ、6.5以上の証明を出してって言われてるんですけども、とりあえず一回その昔撮った ILS6.0 っていうのを出してみようかなと思って、なんか誰かちょっと 適当な人が見たらあんまりチェックせずにもしかしたらいいよって言われるかもしれないという <laughs> 甘い期待を抱きましてあの一応 ILS6.0 の全然足りてないスコアのやつを提出はしてみましたけれども提出してからもう2週間ぐらいですかね落とさたがございませんまあ、万が一それで通ったらまあ、行ってみるのもいいかなとも思ってますけれどももし大学から返事が来ましたらまたご報告させていただきたいと思います悲しいお知らせはこのぐらいにしまして え、先ほど、本当にもう、なんと、次の日本の一時帰国の航空券取りました。イエーイ。え、最初、マーカスが9月、10月ぐらいにオーストラリア出張2週間ぐらい行きはるから、2週間一人暇やなと思って、その時日本帰ろうかなとも思ってたんですけれども、やっぱりマーカスも一緒に日本を行きたいということで、今年の年末から来年の年始、 ま、たいクリスマス終わってから、から、12月26日にこっち出て、日本を10、間違えた。日本を1月11日ぐらい、やったかなに出る航空券を抑えました。 で、年末年始ってほんまにバカ高いと思ってたから構えてたんですけれども、結局2人で32万円で買えたんで、フライト時間も直行便ではないですけれども、まあ大体20時間ぐらいやし、まあ許せる範囲かなっていう感じです。ただコペンハーゲンからってなると、もうやっぱりルフトハンザが出てくるんですね。で、心的にはもうルフトハンザ絶対利用したくない。またスーツケースが全部なくされるとか思うんですけれども、 まあでも値段はやっぱり一番安かったもんで今回も前回と同じルフトハンザと ANA のフライトになりましたなのでまああとはちゃんと飛行機が飛んでスーツケースが届くことを祈っております一応ですねコペンハーゲンと羽田とかの直行便っていうのも今あるんですけれどもそれはサスっていうところのエアラインだけがやっていて調べたところ一人で往復で同じような値段でした 一人、日本とコペンハーゲン往復で30万ぐらいだったので、もう本当に倍の値段がかかるのが直行便でした。なので私は利用しなかったです。高すぎるんで。で、今直行便でもロシアの上飛べへんから、迂回せなあかんから、結局トータル14時間ぐらいかかるそうです。今回の一時帰国はですね、前と違ってそんなにいいお宿とかには泊まる予定はなくて、もうすべて食にまた、 つ <laughs> ぎ込もうと思っておりますので、もう宿なんて本当にもうバッパーとかもうカプセルホゼルでええわって思ってるぐらいとりあえず安いとこにして、あとはもう福岡とか今回行きたいなと思ってて、全部第一目的はもう食べることなんで、ご飯が美味しい場所にしか行かないんですけれども、まあ北海道か福岡かでちょっと迷ってたんですね。 でなぜか最近インスタとかこう見てたら福岡のグルメが結構なんかバーンと出てきてめちゃくちゃ美味しそうやし一、まあ、回福岡行ったことあってもう真っ透明な今まで生きてたイカをこう取ってさばいてくれたんですけど本当に透き通ってるあのイカの刺身とかも絶品やったしあとはあの博多の屋台もめちゃくちゃ全部美味しかったし食といえば福岡だろうっていうぐらい福岡美味しいご飯がいっぱいあるので 今回は福岡に行こうかなと思っております。でもまだ全然予定は今から立てていくのでもしかしたらちゃうかもしれない。いやでも多分行く。あとは日本でやる結婚式の見学とかそういう相談とかできればいいかなと思っております。はい、私の近況報告は、まあ、大体こんな感じではあるんですけれども で最後にですね、デンマークにいらっしゃる日本人の皆さんにちょっと注意喚起をさせていただきたいんですけれども、えー、私のことをフォローしてくださっている一人の方が、インスタで上げてらっしゃった事件なんですけれども、その方がお友達とコペハゲン市内にある公園で遊んでいて、まあ日も暮れてきて、で、そしたらいきなり二人組の男の人が急に近づいてきて、なんかこうライトをバーンって照らされながら、 なんか警察官だみたいな ID 見せろみたいな感じで言われたんですって。でもこの方はなんかピンと来たらしくて怪しいなっていうのが思ったらしくって、逆にこっちから警察官やったら警察の ID 見せろ逆にって言って、でどこの所属かとか言えみたいなことを問い詰めたら怪しく変えていったらしいんですね。でその二人組は警察官の制服も着てなかったみたいで、本当に見た目は怪しいっていう感じだったんですけれども、 その人曰く、まあ、こういう感じで近づいてくるのは、まあ、強姦目的か、まあ、強盗目的ではないかということで、まあ、多分 ID を見せろって言って、分からずにこう見せちゃったら、その ID を多分パって取って逃げられるのか、多分そういう感じの犯罪だったと思うんですけれども、まあ、この方はすごいもう、すごい剣幕で、あの、<laughs> F ワードを多分叫ばれ、私の耳が間違いがなければ、最後に、あの、 叫ばれてたと思うんですけれども <laughs>。っていうぐらい、あの、すごい強い方ですので、被害はなかったそうなんですが、まあ、こういう事件があるっていうのは、私は、あの、皆さんにお知らせして、注意喚起した方がいいんじゃないかなと思いましたので、最後にお伝えさせていただきました。もう本当に怪しい、警察だって言っていても、もう怪しかったら、ID 見せない、警戒する。まあ、そしてやっぱり夜は、本当に特に気をつけていただきたいなと思います。 また長くなってしまいましたが、本日はこの辺で終わりたいと思います。えー、本日も最後までご視聴ありがとうございます。また次週お会いしましょうビッシー